ルミックス、DMC、TZ85 は、4K が撮れるので、どんな感じになるのかテストしてみました。今回は、何気なく移動しながら撮ったものを、並べてみました。思いつきで、突発的に出かけ、目的もなく、車で走っていると、樹木のトンネルに出ました。そして、そのトンネルを抜けると、そこは、ヘリでした。なぜ、ヘリがいたのかは謎ですが、そんなのに遭遇しました。走っていくと、こんな感じのところに出ました。ワイド橋で、こんな感じです。とりあえず、ここで、ズームのテストを、してみました。ワイド橋から寄っていきますが、光学ズームでも結構寄れます。画質が厳しくなりますから、個人的には使いませんが、デジタルズームだとさらに寄れます。ここが最大です。ここを離れて、少し進むと、こんな場所に出ました。ちなみに、音声はカメラのマイクのものです。アブが出たので、手元が狂ってしまいました。アブが出たので、危なかった。いえ、なんでもありません。食事中は、こんなに静かなんですけどね。そして、しばらくすると、こんな場所に出ました。そして、ふと目をやると、蝶が羽を休めていました。そして、その近くには、セミの抜け殻もありました。次に、水の流れを、シャッタースピードを変えて撮ってみました。シャッタースピードを上げると、しぶきがはっきり見えます。それと対照的に、シャッタースピードを下げると、しぶきが目立たなくなります。とりあえず、この製品は、デジタルズームが苦手なので、情報が多いとひどいことになります。そのため、寄れない場合には、クロップした方が画質が良くなります。あと、ズームマクロも、ズームしない方が画質は良いので、使い分けることになります。月の映像なども、超望遠製品だと、デジタルズームを使いたくなりますが、4K で撮影して、フル HD にした方が、ディテールは残ります。ちなみに、今回の動画は、こんな環境で編集しています。今回は、作業環境が弱いので、4K を、AVC ロスレスで書き出して、編集しているのですが、色補正などは入れていません。